全てを破滅に導くというグランドフォールから世界を救うため、旅を続けるリッド、ファラ、キール、メルディ、彼らが旅の途中で立ち寄った海上都市ベルカーニュは多くの謎に満ちていた。地下に潜むメレイドの福音の目的は、そしてリッドたちを待ち受ける運命とは。かくて説話は佳境へと突入する。目覚めたかね？あなたは確か酒場で私に声をかけた。覚えていてくれて嬉しいよ。わしは反エクスシア同盟で医者をやっとる。反エクスシア？ああ。ここはわしら同盟のアジトじゃ。あんたの親父さん、タステク・ブルカーノが残してくれた代物だ。父が？わしらはセレスティア人の末裔であることを隠して生活してきた。しかし家族にインフェリア人がいる住民も今となっては少なくない。昔町の塔の裏手に小さな村があった。あそこはそういった者たちを住まわせるための場所だった。やがてインフェリアではセレスティア人は忘れられ、一風変わったインフェリア人としてわしらは受け入れられるようになったらしい。しかしタステクはいつも言っていた。このままじゃいけないと。大手を振ってインフェリアで暮らせるようにせねばと。そのためには復讐の念に囚われたエクスシアを倒すしかない。タステクは島を追われる前にインフェリア人の血の濃い者たちを組織していったのだ。あるものを我々に託して。あるもの？お持ちしました。お前は？お久しぶりです。バヤリアよ、バヤリアよ、マリアウムグ。今の子誰か？え？クイキン？夢かな。制裁のくさび？それがネレイドの福音の切り札なんですか？ええ、大奨励を奪ったのも全ては制裁のくさびを復活させるためだったのです。対戦中クレメル刑事の破損によって使えぬままであったらしいのですが。それを大奨励で保管しようというわけか。その力は山をも消し去ると伝えられています。なんだって？大奨励三種の力を合わせ機械的に増幅して考えられる。そんなもんでインフェリア城を攻撃されたら。ああ、ひとたまりもないだろうな。リッド！バロッサ知らない？え？あのな、今それどころじゃ。あれは？マローネ、マローネ！よせ、やめろったら。マローネ顔が赤いんだもん。これは禁断の愛というものです。そうなのか？うん、なわけないだろう。ったく。おい、そろそろ離れろよ。やです。動力路臨界到達。指導作業を継続せよ。反エクスシア同盟からこれを預かってきた。これは古文書の写しのようだが。
私の父がネレイドの封印を脱する折、エクスシアが大切に保管しておいた古文書を密かに写し取ったものだ。父はいずれ来るであろうエクスシアの放棄に際し、何かの役に立つと考えたらしい。私たちも同盟の方々に見せられたのですけれど、メルニクス語で書かれているのになぜかまるで読めなかったんです。同盟の人間はその文章にネレイドの封印にまつわる何らかの秘密が隠されていると踏んでいる。読める？全然。私もカラキシダメです。メルディもだよ。オッケー、僕に任せろ。どうやらこいつは暗号のようだな。わかるのか？今すぐというわけにはいかないが、全ての暗号には必ず規則性がある。時間をかければ解読できるだろう。おお、そいつを解読して手がかりでも得られれば、エクスシアから大奨励を取り戻せるかもしれないね。これっていけるいけるですね。もう先に言わないでよ。もちろん同盟もリットさんたちに協力します。本当か？はい。制裁のくさびを始動させよう。まだ無理でございます。人間とはつくづく力の劣るものよ。ウワエルローピムヤヨチアン M1TDL スプリデューティスエムドチアンバエムドゥントゥングヌルスティエガワンプティトゥヤンミンギビアエムドブンワイトゥントゥヤネルンチス。エクスシアの祈りによって実体化した彼らは、かつてこの地で命を落としたセレスティア人の怨念だった。死してなおインフェリアへの恨み忘れぬ彼らは、もはや人の心を微塵も持たぬ憎悪だけの存在だった。逃げろ！テアティアンティウンテイアブームトゥスティアンセムワティウィムスブンディンステイディンド。くさびよ、今こそ復活せよ。どうした？津波が来るぞ。みんな高台に避難しろ。俺たちも避難するぞ。みんな急いで。この人なんとかなんないんですか？メルディは諦めてるよ。神を邪神と蔑す偽りの歴史を生きるインフェリア人よ、今こそその罪を償う時。祖先の残せしこの制裁の鎖がインフェリアを滅ぼしてくれる。あれが制裁の鎖。俺たちの町がどうしてこんなことに。エクスシア様はすでに。なぜだ！
なぜ総帥は同志である俺たちを。エクスシア様は復讐に取り憑かれているのです。ベルカーニュがどうなろうと、私たちがどうなろうと知ったことではないんです。ミッドたちは反エクスシア同盟のアジトに身を寄せることにした。だがこいつはひでえや。おお、無事だったか。これでもう大丈夫。ありがとうございます。おかげで助かったわい。だが動けるものはこの老いぼれただ一人。希望の光が一つ絶たれたか。そうなるとあとはカイドクが終わったよ。それは悲しい少女の物語だった。その少女は戦乱の世が終わり異国に取り残された者たちの中にあった。祖国への帰路を断たれた彼らは戦乱が終わってなお敵国を滅ぼさんと願った。その願いを子孫に伝えるために彼らは不変の命を創造した。その身ありてなき者、その心人にして人ならざる者、たとえ幾千の時が過ぎても恨むべきを恨み果たすべき大願を成就せしむる者、少女は自ら進んで我が身を捧げた。その身は命あるまま地の底へ沈められ、魂は二つに隔てられた。そして不変の命が生まれた。この物語はこう解釈できる。かつての戦争でこのベルカーニュへ身を隠したセレスティア兵たちは、敵国であるインフェリアへの恨みを後世に伝えるべく疑似生命を創造した。これを見てくれ。これは奨励技術を利用した。お願いだから簡単に説明してくださいです。右に同じだ。うんうん、分かった。簡単に言うと、人間の心からインフェリアに対する恨みだけを抽出し、これを奨励技術を応用して新たな生命を生み出すことに成功したんだ。そしてその計画にはある少女が選ばれた。以上の状況から弾き出される結論は、その少女こそがエクスシアの本体であるということだ。え？わしのじいさんの、そのまたじいさんの代も領主はエクスシアだったのだ。何らかの奨励技術が使われていると思っておったが。エクスシアは人間じゃなかったっていうのか。地下に埋められたっていう女の子はどうなったの。おそらく死んではいないはずだ。どうしてわかる。彼女はエクスシアの本体だ。エクスシアが活動しているということは、その少女も生きていることになる。もしかするとその少女は夢に出てきたあの子か。知っているのか。マローネも。私たちもなんです。一体何の話だ。さあ、つまりセレスティアの人間だけがその女の子の夢を見たってことか。どうしたです。だってかわいそうだよ。ずっとずっとたった一人でいるなんてかわいそうすぎるよ。確かに夢の中で泣いていたな。その子今どこにいるんだろう。ねえプラティアさん、制裁の鎖の中に狩猟しか入れない部屋がありましたよね。そういえば、もしかするとその女の子がネレイドの神に身を捧げて2000年、やっとここまでたどり着いた。何人たりともこの子に近づけるの。どうしても行くのかね。当然だ。しかし、確かにこの人数で制裁の鎖に突入するなんて無謀すぎる。
でもやるのは今しかないんだ。私たちもお供するつもりです。道案内ならお任せください。私らも力を貸したいところだが、同志は傷つき、まともに動けるのはこの老いぼれただ一人。あり？どうしたか？そういえばリット様がいないような気が。バイバー、ファラモだよ。諏訪一大臣、一緒に探しに行くです。はいな。あいつらならいいんだ。ファラ、リット、どうした？ファラ、うん、思い出してたんだ。初めてベルカーニュに来た頃のこと。ついこの間のはずなのに、すごい昔の出来事みたいな気がして。でもそれももうすぐ終わりだ。え？大奨励を取り戻して、俺たちは元の旅に戻る。ファロースさんへ行って、光の橋を見つけて、そこからセレスティアに行く。そうだろ？うん、そのためにも頑張らなくちゃね。あれ、クッキー、何かあったのか？お前たちは。いや、違うんだ。違うって。私たちは目が覚めました。何か手伝わせてください。皆さん、かくしてリッドたちは新たなる仲間を得た。そして運命の朝がやってきた。みんな行くぞ。運を祈る。私も頑張るです。私もです。頼んだぞ。キール、乗り物酔いは平気か？大丈夫だ。昨日訓練飛行した時も不思議と気分が悪くならなかったんだ。どうしてだろう。気合が入ってるからだぜ、きっと。非論理的だが僕もそう思う。頼むぜキール。ネレイドの、いや、二つの神の五感をあれ。おかしい。どうしたか？静かすぎると思わないか？妙な殺気を感じる。注意しろ。恨みの御霊よ、我と共に一つとなりて大いなる力とならん。あれは？何？長距離奨励砲です。みんな逃げろ。間に合う。飛び降りろ。これが長距離奨励砲。すごすぎる。ついに完全復活を遂げた制裁の鎖。それはあまりにも強大なる存在だった。リッドたちはエクスシアの野望を阻止することができるだろうか。かくて最後の説話を待て。